黒石、東名袋井インターのすぐ近くに店を構える春菜チャイナカマン、オープンして7年、地元に愛される中華料理屋さんです。ところで店名のカマンってどんな意味があるんですか？ダジャレっていうか、あの英語のカモンです。え、まさかのダジャレですか？大きな夢なんだけど、郷ひろみに CM 出したいな。出してほしいな。カモンとか言いながらなと思って。いつか叶う日が来ることを信じて、カマンの名物料理カマン。うちの商品名には、白ごま担々麺と黒ごま担々麺であります。自家製の醤油だれに加えるのは 100% ごまのペーストにお酢。そしてこれはラー油ですか？はい、八角やシナモン、ネギ、生姜などを使って独特の風味を出しています。よくお客様にラー油ちょっと譲ってもらえないのかって言われるぐらい美味しいです。香ばしくて、ラー油の風味が食欲をそそるカマンの名物料理、白ごま担々麺。美味しそう。担々麺は基本的に最後まで飽きずに食べられるラーメンをしたかったので、割とあっさりした味です。ごまの味わいをしっかり感じたいなら白ごま担々麺、そしてちょっとさっぱり食べたいなという方には黒ごま担々麺がおすすめです。私は白派かな。じゃあ僕は黒ごまでいきましょう。担々麺もいいですけど、一押しの丼かも。うちのおすすめの丼は麻婆丼になります。麻婆豆腐に使うのはあっさりとした辛みが特徴の3年ものの豆板醤と、深みのある辛さが特徴の5年ものの豆板醤をブレンド。豆板醤にも何年ものっていうのがあるんですね。ワインみたい。その割合がとっても大事なんですって。こだわりがあるんですね。まあこれはリピーター率ナンバーワンというのもうなずけますね。はい、辛さもちょい辛、並辛など5段階で選べるので、辛いものが苦手な方から辛いもの大好きという方までみんな大満足です。あ、これ食べたらどっか綺麗になっている気がするとか冗談で言ったりします。そんな夢のような丼があるんですか？はい、こちらが女性に大人気の天津飯です。お、あんかけが真っ黒ですね。はい、黒さの正体はバルサミコ酢。ゆっくり火にかけることで酸味が飛んでまろやかな味わいになっているんです。ぜひ気持ちよく美味しく食べていただくと嬉しいと思います。ランチではヤムチャや地元野菜のサラダバーなどのバイキングもやっています。皆さん、カマンにカマン。